どこ行ってんの。吐いてる吐いてる。クリスで進めたらさっきの部屋にジルがいるのかな。バリーがロープを落としちゃったところも、確か分岐点だったような気がする。3はイージーでやると超ぬるげ。アレンジっていうのやってみよう。イージーとか出てない。やりたくなってきちゃった。人のプレイ見るとね。アレンジはアイテムの位置とか敵の強さが変わってるらしい。寝てた。クリアおめ。うん、ありがとう。ちょっといろいろあってさ、もやもやしたクリアになりました。ちょっとクリスで遊ぼう。もやっと、もやっとボール。しかし、無才だ。 I don't know what happened. あ、これバリーさんがいないか。 Where's Barry? Well, I'm sorry. 最初からいなかったっけ。 But he's probably... No. ジルちゃん。What is that? I'll go and check.Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. でもなんとなくさ、気をつけてね。Take care. ウェスカーさんがタイラントにズブシューってされたのに、今後もずっと出続けるんだよね。その後の話は。気になるっちゃ気になる。あれ？ここにいなかったっけ？あ、本当だ。エンブレムない。どこに行ったべ？エンブレム。アレンジって全く。新しいプレイになるね。アイテムの位置が変わるんだったら。あ、影武者なのかな。俺もよく知らない。まこつお察し、いらっしゃい、ありがとう。やってしまった。これ押せたり。こんな絵あったっけ。すごい我慢強かった。内臓ぐしゃぐしゃにされてたけど。これいくつエンディングあるの。私が見たのは2つで、3つですか、もしかして。こうちゃん遊ばないの。6つだ、クリス。わあ大変そう。え、しかも銃なくね。銃ないよ。ムービーで銃を撃ってたのに館に入ったらなくなってる。クリスの銃すごい早く治ったとか。ゴリラだからしょうがない。やばい、アレンジのクリスって一番むずいんじゃないか。
そして見えないコウちゃん。ん？コウちゃん、ほら外は明るくなってきた。え？抱っこ？ちょ。下向きナイフがいい。コウちゃんこっち来て。こうか。いけた。そもそも戦闘回避するのがクリス編の課題。弾がないから。なるほど。ここでは何を拾うの？マガジンは一応拾うんだ。へえ。あ、これハーブかと思った。実際弾が持つかどうかを検証したら中庭に行くあたりでなくなった。難しすぎる。何の嫌がらせだ。どこまで行けるかやってみよう。なんか落ちてる。What happened to Jill and Wesker? あ、これでジルの銃を手に入れる。うん、ベレッタ。今45発か。犬と戦うか。ちなみに玄関の扉を開けるとワンコが入ってくる。絶対？ムービーだけじゃなくってこと？ちょっと開けてみようかな。あら、引っかかってる。クリス編ではレベッカっていう可愛い子が出てバリーは出ません。レベッカ？地図取って、ウィンドさんいらっしゃい。結構違うんだ。この人蹴るしかないんだっけ。ブシュ。インクリ？デンジャー。死んじゃう。あれ？ジルが単発に。クリアしました。ファイン。心。
ちゃんも起きてるけど横になってる。なあちゃんとこ行き？なあちゃんとこ。だっこ。こうちゃん。よいしょ。じゃあ抱っこするから。リボンだけか。で、あの部屋の。鍵？おばあさんいらっしゃい。剣の子たちの鍵。視点カメラの位置も変わってるんだってアレンジ。じゃあもう全く新しい遊び方ができるんだね。ちなみにここが全然よくわからんかった何のための場所なのか。湯たんぽが出ていた。朝だからな。鎧の形。じゃあ 2階から行ってみようか。猫湯たんぽくれ。あ、リメイク版で活用されてたらしい。へえ。あ、ほんとだ。こんな見え方してなかったよね。してたっけ。こんな見え方してなかった気がする。やだな、全く新しい感じで遊べちゃうあ、鍵。小さな鍵を取りますか。これ何の鍵だ。これキーピックがないからってこと。机を上げる鍵。これでアイテムラン1個埋めるの？マジか。はい、そうです相当難しいね、クリス編。ここカラスいるとこだっけ。うわ、びっくり。すげえ。仲間が。うじろさんいらっしゃい。ノーベンバーもかわいいね。すげえ。これアレンジ版独自のやつだって。カラスいないなと思ったんだ。弾がないのです。なんか言ってやりなよクリス。そいつはガンで。もうめっちゃ撃っちゃった。あ、これで館の鍵を取って、これ剣の鍵かな。1枚で2度3度。そうだね、これお得だわ。いくらで買ったかな。バチャコンだからね。鍵とグレネードランチャーを持つには同じスペースが必要です。理不尽ああ、グレネードランチャーがない。何の鍵かな。なんちゃんが来た。お、鎧の鍵だ。1階のとこ入ろう。どうせエンディング一人のその正面玄関から。そうねクリスなら生き延びれる気がするよな。そいつがかの有名なフォレストゾンビです。
なっちゃん、なっちゃんかわいいね。心ちゃんもかわいいけど。ガチャ？あ、やっぱムービーだけだ。あ、いっぱいいる。こんなんナイフでさ。死んでないよ、死んでないよ。ゾンビ早くない？ございます。お邪魔します。いらっしゃい。おはよう。むず。じゃあこの辺にするか、バイオ。今のやられたシーンかな。うん、これはジレだ。そうだね、クリス編は基本的にゾンビをする。あ、作り物すぎてないです。あったあった、91のディレクターズカット、懐かしいです。ちょっとね、いいエンディングが見れなくて、屋外で頑張ってみようかな。クリス編でリベンジ。クリス編なあ、私できるかな。そうだよね、だからできるとしたらビギナーのクリス編。なんか ビギナーっていうのがあったよね、地味に。よいしょ。あ、弾丸が倍のビギナーがある。クリスもバイオ6で、あの、
リアを進めようかなとも思ったんですけど、モンハンが出るからね。まあ言ったら11月中には終わるねとは言ってたんだけど、多分このペースじゃ無理だな、モンハン出るまでには。
ゼロ。ゼロは怖い。魔法使いはやったじゃん。
と見てみようかな。ハンバーガーだけ50個とか頼む人続出した時代、追いつかないよね、作るの。初めて聞いたね。なお、ミスタードーナツの親会社は出す気に、あ、それは知ってる。なんか会社に来るダスキンのおっちゃんがさ、ミスドのあのカードいつもくれてたな。はい、おやすみなさい。お仕事行ってらっしゃい。割とよく行ってた気がするけど、ちゃうなんて知らん。へえ。うん、いってらっしゃい。まったり遊べました。24年も前だって生まれてない人おるな。ちゃーちゃいらん？お腹空いてない？ミルクじゃないからあんまりがっつきが。この辺あんまり混むもんね。24年前じゃ知らん。あ、私も知らないかな。なんかいろいろあるね。パソコンって言うんだよ。おっさんだけど知らない。あ、本当に物心やってんの？なんかね、やっぱりミルク以外のものってちょっとむせるんだよね。
ちょっと流動があれっていうか、大丈夫？あんまりいらん？ミルクの方が良かったかね。ミルク作らんといけん。武神って難しいんだ。へえ。元気ですかーって。コーラちん元気ですかーって。かわいいお声は。別名ウィズおじさん。そうなの。武神は超簡単。朝はよく喋るんだけどな。あくびした。今日ゲップ聞かせられないかも。ミルク用意しとかんといけんね、今度から。夜更かしして、あの休みの日はね、日曜とかは夜更かししてお昼過ぎに起きたりもしてたけど、ここ最近の最後の方はあの朝の10時枠予約を取ってからだったから、頑張っては起きておりかなり規則正しく、まあ、今日はねちょっと夜中に起きて遊びましたけど。あ、踏まないでパソコン、こうちゃん。やばい、一番やんちゃなのが来た。あー、僕らは仮面ライダーとかプリキュア見ますから。そうね、なんか新しいの始まってるんだっけ。面白いかな今回の。なんで落とすの。やばい、心が焼き餅を焼き出し、
なんかよく赤さんってさ、ミルクの匂いがするからにゃんこが寄ってくるとか聞いてたんですけど、コアラはね、なんかこうぬか漬けの匂いがするのでミルクの匂いってあんまりしないんだよね。母乳をあげてないせいもあるのか。なんか私に似てちょっと鼻喉が咽頭系があれみたいでさ、よく痰を絡ませてんだよね、ガラガラガラって。豚みたいだよコアラちん、ブーブー。もうちょっとさ、マイクのそばでゲップしない。
プロニートの誓いを破り出張用の切符を買いにニートから急に出張か。ゲッポッポ出たね。ちょっとだけ出たかな。いつもすごいのをするから。コアラちん。